1807年のデトロイト条約は、ミシガン南東部のオリーブ色の部分を割上した。オハイオ北西部、モーミー川北部の暗い黄色の部分も割上した。デトロイト条約は、アメリカ合衆国とオタワ族、チッペワ族、ワイアンドット族、ポタワトミ族らネイティブアメリカンの間で締結された条約。条約は1807年11月17日に、 デトロイトで締結され、合衆国代表は、ミシュガン準州知事ウィリアム・ハルだった。条約により、ファーストネーションは現ミシュガン南東部と、オハイオ北西部にあたる大領地を割譲した。条約で定められた国境の視点は、マイアミリバー・オブ・ザ・レイクズ側の河口、現オハイオ州トレードにあたる場所と定められた。国境はそこから川の中央を登って、支流のオーグレイズ側の河口がある。 ディファイアンスまで続いた後、北へ続き、ヒューロン湖がセントクレア側に流れ込む場所で、イドセンと交差するまで続く。この線は後に、ミシガンの領土測量で使われる、ミシガン四五線となる。ミシガン四五線は、原子アわしい軍のスキオタ軍区、クリントン軍との境界で、イドセンと交差する。条約で定められた境界は北東へ進み、ヒューロン湖のホワイトロックまで続いた後、 東の国境線に進んだ後、セントクレア川、セントクレア湖、デトロイト川などで国境線に沿って進んで、エリー湖に入った後モーミー川口の東まで進み、そこから西に戻って最初の地点まで戻る。ありがとうございます。